スペツヤです。今日の動画は見ての通り後撮りなんですけど、このエンジンをまず乗せて、ここにプッシュロットっていうパーツがつくんですけど、このプッシュロットをまず取り付けて、こっちのクラッチとかもつける動画になると思います。じゃあやっていきます。これずっとこうやって回しとけばいい。違う。リンクに俺の YouTube ちっちゃくね。みんなでさ、本当やった方がいいんだよ。みんなもう全員。俺とか、ショックエチャンネルさん。はい、これからエンジンを乗せてきます。エンジンを乗せるときになんかヘッドがフレームに当たって全然乗らなくて、なんか乗せたり下ろしたりめっちゃ苦労しました。何なんですかね、普通に下ろすときはガクンって普通に下ろせたんですけどね。これよく外人とかは普通に一人でよいしょって持ち上げて、あ、余裕で組んでるんですけど、あれ日本人はきついっすね。今引っかかってます。あ、乗りましたね。でボルトをつけて終わりです。じゃあね、ここの調整を見るのに先にこっちのクラッチを組んじゃいたいと思います。ここが先に組まれてないと、ここのこの戻り具合が分かんないんで、先にこっちを組んでいきたいと思います。はい、じゃあここでクラッチ板をつけていきます。YouTube 気づいたらチャンネル登録者数130人ぐらいになってて、本当にありがたいですね。なんか意外とこんなに早く100人とか登録者増えると思わなかったんで、結構嬉しいです。ありがとうございます。ここのバネが跳ね返ってきて入らなくて、これ苦戦してますね。本当は多分スプリングを押す真ん中にスペーサーをかませばいいんですけど、ちょっと足で押して無理やりつけちゃいました。本当は良くないです。これキックをしても、ここのここが回ってくれないと、このここでここが回ってエンジンがかかってないんですけど、回んないんですよね。これどうなってるんですかね。中のキーかなんかが入ってないのかな。ちょっと後回しにしたいと思います。
ったん。はい、これ何だったかって説明すると、真ん中に1本ボルトがあるんですけど、それがクラッチの調整で、ただそれを締めすぎてるだけで、クラッチがずっと切り切れてる状態でした。マジで単純なミスです。次から気をつけます。締めすぎてるだけでしたね。めっちゃ簡単なことだった。ああ、よかった。じゃあ、プッシュロットつけていきたいと思います。コロニーって会社のプッシュロットカバーなんですけど、純正のがこれで、なんかカクカクになってるやつにしてみました。これ古い型だとこれが3段じゃなくて4段になってるんですよね。同じ型なんですけど、そっちの方がかっこいいんですけど見つからなかったんで、とりあえずこっちを組んでいきたいと思います。はい、プッシュロット組んできます。まだ今ここだとついてないんですけど、プッシュロット組むとさすがに一気にこう雰囲気がガラッと変わって、なんかエンジンだって感じになってきますね。あれ、プッシュロット組むシーン、プッシュロット組むシーン飛ばしちゃった出すね。まあいいか。今編集最後なんですけど、気づかないでここまで編集しちゃってましたね。今はこれはプッシュロットの調整をしてます。で、全然なんかネットで見た情報通りにやっても同じくいかなくて、かなりなんか苦戦してる感じですね今。ただその原因はプッシュロットを伸ばしきらないでただ今つけてただけなんで、それでなんか同じ手順にならなかったって感じですね。このプッシュロットの調整が全然うまくいかなくて、これを調べてる間に動画投稿が遅れましたね。いやー厄介ですこれ。本当はもっと動画更新頻度上げたいんですけど、やっぱ機械系のこういうのだと、初めてやる作業だとこうやって行き詰まってきますね、ちょっとずつ。はい、じゃあここのタペットの調整をしていきたいと思います。
いや、なんかこう調べたんですけど、この排気が持ち上がって、排気ってこっちが持ち上がって、下がる。で、吸気が上がって下がるの圧縮上支点っていうらしいんですけど、これを出して調整するみたいですね。ピストンがこの上に来てればいいみたいな感じで、ちょっととりあえず一旦そこまで出します。で、今圧縮上支点にしたんで、したらこれが両方回るはず、回りますね。で、 13.5mm、 ここが 13.5mm のをゲージを自作して、このここが 13.5mm になるように、この面が 13.5mm になるように調整するみたいです。で、これが 13.5mm が出たら締めていきます。で、締めたらもう一回確認し直して OK ですね。したらこっちもやっていきます。これでこっち側は調整したんで、シュロットの調整完了ですね。ちょっとこれネットで調べてやったんですけど、合ってるかどうかわかんないんで、誰かわかる人いたらコメントで教えてほしいですね。で、したらここをカバーつけていきます。じゃあ、あとこれつけてっちゃいます。これを上に上げて、はい、ご視聴ありがとうございました。やっとプッシュロットついたっすね。で、クラッチもいけたんで、あとはここのオイルラインとポイントの調整ぐらいですかね。エンジンはオイルラインは今シール注文してるんで、届いたら組んでいきたいと思います。エンジンかけてみたみたいな感じするよね。ちょっとエンジンかけてみたみたいな釣りサムネ撮りたいと思います。ショベルも結構重いっすね。自分 VL はかけたことあるんですけど、結構スカスカで、
や、エンジンかけるの楽しみです。ご視聴ありがとうございました。はい、フレームの塗装していきます。いや本当はちゃんと塗った方がいいんですけど、なんかホームセンターのとかにあるよく鉄錆の上から塗れますみたいなハケ塗りの塗料で試しに行ってみました。いやこれなんかいっぱいベタベタ塗れるから塗装強いのかなと思ったんですけど、乾いていろいろ取り付けてみたりするとパリパリ割れてきてクズっすね。全然バイクのフレームとかには良くないっすね。まあもう塗っちゃったんでどうでもいいんですけど、これはおすすめはしないです。じゃあここら辺でナレーションは終わりにしたいと思います。おまけなんでね、このまま垂れ流しで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Thank you.